ところで姉ちゃんテレビ出てるだろ、ドライブなんとかって。ドライブ5号？そう、それ。全然知らなかったけど、あれに一緒に出てんの木島だよな。ご存知なんですか？ああ、今は自動車評論家なんて言ってるけど、昔は結構な走り手だったんだ。あの木島さんが？ビッグマウスの一発屋だけどな。今度よ、チャンスがあったら一度連れてこいよ。ドライブゴーゴー。さあ、先週に引き続き今週も911を取り上げます。レイナちゃんは911好きかな？ええ、会社では一番好き。レイナちゃんファン聞きましたか？ファンは911をチェック。木島さん。いや、レイナちゃん、今日はポルシェですか？いつものやつは？これはデモカーだよ。いつも番組で宣伝してあげてるからね。へえ、私にも運転できるかな？おう、大丈夫。でもレイナちゃんはRだろ？ええ、木島さん、ちょっと運転させて。あ、いいよ。やっぱりいいですね。お、あ、でも、ノーマルなポルシェってこんなもんなんですか？え？木島さん、よかったらちょっと寄っていきたいところがあるんですけど。お、来た来た！マジで連れてきたぜ。あ？よ、久しぶり。元気かよ、木島。佐々木さん。山本さん。そっか、金になるならやっぱ外車か。まあ、文化とバックボーンもありますしね。文化？は、服よな、相変わらず。口も出すが数字もきちんと出したからな、昔から。あ、もうこんな時間か。すみませんが、また機会があったら。今夜中にアップしなきゃいけない原稿があるもんで。本当にすみません、久しぶりに会えたのに。なあ、木島、あの FC どうした？お前がゼロにいた時入れ込んでたあの白い FC3S だよ。時々こいつとも話してたのよ。あれどうしたのかなって。あれだけのチューンドだろ、誰でも乗れるってわけじゃないし。いい車だったよな。ツーローター 13B で C7 を回し切る。最後のつくばアタックで500馬力ぐらい出ただろう。知らないですね。もう何も。というか、もう全然興味もないですから。あんな世界にはもう関係ないんです。ビッグマウスの一発屋はもういないんですよ。これは7年前のつくば。これがあの木島さん？ブーストアップの80スープラで1分5秒台を出した。かなりいい数字だよ。山本は古い車雑誌捨てずに持ってんだよな。ほんと豆だぜ。こっちは 33R ブーストアップで1分2秒台だ。ほんとに速い人だったんですね。でもみんなブーストアップなんですね。そう、そこがミソなんだよ。そういうこと。木島のいたゼロというショップはブーストアップで売り出したんだ。っていうか、それしかできねえのよ。ゼロは富永の CPU と木島のつくばアタックで名を打った。そんなゼロが初めてやるロータリーチューンに木島は町田という若いメカを連れてきたんだ。時代は FD という時にあえて型落ちの FC を選んでね。あの町田ってやつは本物だったよな。ああ、ツーローター 13B で C7 タービンをきれいに回してあっさりと500馬力を叩き出したんだ。それがゼロの FC3S だ。なあ、木島、あの FC どうした？あれだけのチューンドだろ、誰でも乗れるってわけじゃないし。いい車だったな。それがどうしたって言うんだ？探し出してもう一度乗れと言うつもりか？
今さら何を今さら。夜遊びに使うんだったらやっぱり会社 BMW ベンツは外せないよね。いかにもって感じじゃないですか。やる気満々って感じでもそれ大事だよ。間違っても中古の板フラ車なんか選んじゃいけないよ。走行不能で渋滞なんか作ったら一発で彼女とジ・エンドだからね。はい、 OK です。お疲れ様でした。木島さん、また今日も付き合ってくれます？どうしても木島さんに会わせたい人がいるんです。僕に？ええ、ずっと前に話したことありますけど、初期型の S30Z のドライバーに。レイナちゃん、今日 R で来てる？はい。僕に運転させてくれないか？私のある。出来はいいよ。でもちょっとアンダーが強いかな。けどこの程度なら腕で消せる。むしろ軽く曲がる足じゃ200キロ級のコーナーは踏めないから。の、どうした？いつも外車ばっかり褒めてるけど、本当は国産車も好きなんですね。っていうより車が好きなのね。二人一緒なんて珍しいわね。いや、偶然湾岸でね。あ、紹介するわ。木島さん、 Z のオーナーの秋夫君に、湾岸の帝王ブラックバードの島さん。朝倉秋夫です、よろしく。島達也です。の、よろしく。この二人が今首都高でトップ争いをしている Z とブラックバードか。いきなりなんですけど、よかったら俺の Z に乗ってみてくれませんか？乗ってみてください。何も言わなくていいですから。レイナの R でついていきますから。振り切っちゃって構わないですからね。一緒に行きますか？ああ。安定している。900回転ちょいでアイドリングが綺麗に。よく跳ねて、こんなにコーナー近かったか。いきなりヤバくない？大丈夫、ちゃんと走らせてる。きちんと車との会話が成り立っている。五速。すごい、これが北見チューンの Z か。そんなにすごいんですか？それ松田。メカとしてはちゃんと伝えてくんなくちゃ分かんないですよ。木島さん、いつもハッタリかますし。トルクだ、トルクがいい。そうだ、この車はトルク感がいいんだ。立ち上がったトルクが回転を重ねていくこの上昇感、クランクを回すトルクそのものの強さだ。町田、どうして今隣にお前がいないんだ。言葉じゃ伝えられねえよ、こんなの。お前は今どこにいる？何してる？あの FC はどうなった？
ショップにセンスのいいメカがいてさ、どうってことのないブーストアップでもそいつが仕上げるとえらくいいんだ。もう5年も会ってない。今どこで何してるのかも知らない。あいつにこの Z を見せてやりたいよ。あいつならこの Z 以上のものを作り上げるかもしれない。まあ、言ったな。集中できない。頭から離れない。あの Z が。くそ。また動き出しちまった。もう止められない。じゃあ最後にメールを一つ紹介します。いつも楽しく見ています。昔の走り仲間に伝言です。伝言って？これってそういう番組でしたっけ？ゼロにいた町田さん、連絡ください。もう一度一緒にやりましょう。K。町田さん、見てるかな？ではまた次回。グッバイ。ドライブ、ゴーゴー。おいおい、マジかよ。相変わらずはったりかますな。ご無沙汰してます、木島さん。元気そうだな、町田。パパ、ねえパパ。600馬力の L28 型ツインターボですって。ああ、その Z に俺の心は一瞬で囚われてしまった。そうなったら、あとはもう二つに一つ。目をそらして諦めるか、それとも。少しでも今時間があれば、彼と会って話している。メカのことやドライビング、どうってことのないうんちくや雑学、彼に話すことによって俺もまた分かることがたくさんある。伝えることによって俺もまた、あの頃に戻っていくんだ。これが今の俺の生活ですよ。車から離れて、マンションのリフォームとかの内装工事の仕事をやってるんです。木島さんの気持ちもわかりますよ。昔の熱がまたぶり返したってことでしょ。ある意味贅沢なのかもしれませんよ。金もあるし名前もある。木島さんには戻ろうと思えばいつでも戻れる条件が揃ってる。でも俺は違います。これが今の俺なんですよ、木島さん。本当のことを言うと、ずっと待っていたんですよ、俺。ゼロが解散して、でもいつかは木島さんが来てくれるって。町田、またチューニングカーやろうぜって。でも、5年は長かったっすね。特にチューニングの世界では。俺自身にもね。もう、あの世界に戻る気はありません。なあ、わかったよ。すまなかった。謝ることないっすよ。謝ることなんて。じゃあな、体に気をつけて幸せにな。木島さん、あの FC ですけど。木島さんが聞きたかったのはそれでしょう。ああ、御殿場の石川自動車ってとこ行ってみてください。御殿場？あのゼロの FC、 1年前そこにあったんです。そこまで調べたんですよ、俺。町田、俺にできるのはここまでです。ありがとう、恩に着る。助かったよ。じゃあ。何を考えてるんですか？明日休みか？え、はい。付き合ってくれないか、僕と御殿場まで。御殿場に探していた車がある。あの車は絶対廃車になんかなってない。あの車？仙台 RX7 FC3S。 僕にとっては特別なただ一台の FC だ。くそ、
いくら電話を調べてもわからなかったわけだ。どうします？誰か知っている人探しますか？ああ、いや、うちにはあそこの車来てないよ。そうですか。石川自動車ってバイパスのとこだよね。確か半年前に工場閉めた。去年まであそこにあった FC を探してるんですが。 FC？ ねえ、先代の RX7 FC3S。 ああ、その車ならもしかして知ってるんですか？この辺のはずなんですけど。あれだ。すいません、誰かいませんか？木島さん、あれ。あった。この FC なんですか？間違いない、これだよ。この FC だ。ホイールやミラーなんか細かいところは変わってるけど、間違いなくこいつだ。なんでこんなにビカビカなんだよ。本当綺麗ですよね。ちょっと綺麗すぎる。というか妙にシャンとしすぎている。ゼロの時だってもっとよれてた感じだったのに。あんたらその車に何か用かい？そうかい、あんたあの FC の前のオーナーだったのかい？ねえ、正確にはゼロというチューニングショップで最初に仕上げた車なんです。でもそれがなんであんなに。そりゃそうよ、クタクタになってたの俺がやり直したのよ。パテだらけ、サビだらけだったの。あなたが？まあな。で、あんたあの車どうしたいんだい？はるばる東京から探しに来たりして。譲ってほしいんです。どうしてももう一度乗ってみたいんです。お願いします、ぜひ。それなりの代金は払いますから。いや、金の問題じゃないね。というと？俺なりに手塩にかけた車なんだ。金の問題じゃない。じゃあどうすれば？乗せてもらおうか。隣にな。そうすりゃ分かる、あんたがこいつにどんな思いを持ってるかな。走りは変わってない、昔のままだ。震えるほどに痺れる。間違いなく俺の FC だ。ん？お前さん、本気でこの車が欲しいんだな。ええ。隣に乗ってて分かったよ。こいつの隅から隅まで知り尽くした走り方だ。走りは変わっていませんでした。よく昔のまま維持してくれたと。一つだけ聞いていいか？はい。お前さん、この FC 手に入れてどうしたいわけ？ただ懐かしいから乗りたいとか、乗って昔のことを思い出したいとか、そういうことか？止まってしまったんです、時間が。難しいこと言い出したな。ゼロが解散してこの FC とも別れた5年前からずっと。自動車評論家なんて美味しい仕事を手に入れて、金回りも良くなって、今に不満なんかないはずなのに、なぜか少しも時間が前に進んでいない気がするんです。やっぱいい。ロータリーは最高だ。